福祉、またなんで同じく福祉、浜本雄介内容の審判員、中村博士ビデオアシスタントレベリー、木村博之アシスタントビデオアシスタントレベリー、野村修太以上、福祉審判員によって行われます。また、マッチコミッショナーは、南波文雄です。富士ゼロックススーパーカップ2021両チーム選手の紹介です。まずはガンバ大阪、背番号1ゴールキーパー東口正明、背番号4ディフェンダー藤原博樹、背番号5ディフェンダー三浦健太、背番号13ディフェンダー菅沼趣味、背番号8ミッドフィルダー大野瀬剛介、背番号10ミッドフィルダー倉田修、背番号15ミッドフィルダー井出口洋介、背番号21ミッドフィルダー矢島慎也、背番号29ミッドフィルダー山本裕樹、背番号34ミッドフィルダー川崎周平、背番号18フォワードマドリック、控えの選手です。背番号22ゴールキーパー一森純、背番号3ディフェンダー庄司源、背番号27ディフェンダー赤尾優、背番号6ミッドフィルダー朱世城、背番号9フォワードレアンドロ・ペレイラ、背番号20フォワード一見一成、背番号32フォワードチアゴ・アウレス、監督宮本ステアス、続いて川崎フロンターレ、背番号1ゴールキーパーショート孫亮、背番号13ディフェンダー山根美希、背番号4ディフェンダー JJ、 背番号5ディフェンダー谷口翔吾、背番号6ミッドフィルダー上腕シリッチ、背番号25ミッドフィルダー田中青、背番号8ミッドフィルダー脇坂ヤスト、背番号41フォワード家永明宏、背番号18フォワード三笘薫、背番号9フォワードレアンドロ・ダミアン、控えの選手です。背番号27ゴールキーパー丹野健太、背番号7ディフェンダー古間谷慎太郎、背番号3ミッドフィルダー須賀川豪斗、背番号22ミッドフィルダー立花田健太、背番号16ミッドフィルダー長谷川達也、背番号19フォワード東野大也、背番号11フォワード
石ゼロブススーパーカップ2021キックオフまで今しばらくお待ちください。